トゥルナンジで五体統治する人々五体統治とは、五体、すなわち両手、両膝、額を地面に投げ伏して、フッツや構想などを礼拝することである。仏教において最も丁寧な礼拝方法の一つとされ、対象への絶対的な機矢を表す。巨体統治、五輪統治とも言う。日本では主に夏季の終始で行われる礼拝方法。古代インドでは、 尊者の足元にひざまずき、頭の先を地につけ、両手で相手の足先を手にと理学に接触させることが最高の敬礼方法とされていた。仏教においても、二つの両足に頭をつけるが、これを仏足将来と言い、両手両足すべてを地につけて礼拝する。敬主、当面作礼、節足作礼などと呼ばれ、仏教では奇妙と道義に用いる。インドやチベットにおける、 仏教徒は、このように五体統治を行い、礼拝しながら少しずつ前に進んでいき、聖地へ巡礼するスタイルが一般的である。言行や修行に入る僧侶や男信徒が、本尊の前でこの五体統治で礼拝する。なお、この回数は諸座によって異なるが、最も一般に知られるのは、三回や十二回、煩悩の数と同じと言われる百八回の礼拝を行うことである。 礼拝する対象を向き起立したまま連下合唱をする。合唱したまま一礼する合唱を続けたまま両膝をつく合唱を崩しながら手の指同士をつけたまま手のひらを上へ向け両手を体と垂直方向に前へ出す額を地へつける両手を耳の横の高さ程度まで上げた後に元に戻す。起立して合唱を行い直るチベット仏教における聖地では個体統治を行うものが多い。 また、聖地へ向かう巡礼自体を五体当地で進む者も,もおり、長い時間がかかる過酷な巡礼である。ありがとうございます。